富士、バイキング、暴言で謝罪、トンガ頭痛で。富士テレビのバイキングが、気圧変化が原因となれる頭痛をトンガ頭痛などと放送した問題で、19日に富士テレビのアナウンサーが、被災された方々に対して、配慮を欠いた不適切な表現を用いました。画面の文字を私が読み上げる形でお伝えをしました。配慮が至らず、大変申し訳ありませんでした。 深くお詫び申し上げますと謝罪いたしました。現状、このトンガにおいては、海底火山の噴火によって被害が生じており、トンガ政府が日本政府に対し支援を要求。日本側はすでに支援を決定しております。まあ、ただ、空港が使えないなどの問題があり、周辺国による支援がなかなか進んでおりませんが、まあ、今後は、 空艇作戦のような形で人員と物資を輸送するか、また時間がかかっても周辺国に物資を輸送した上で、まあ、さらに船で輸送する形になるものと思われます。このトンガは新日国であり、東日本大震災で GDP 比で世界一の現金を日本に送ってくれました。私も支援を検討しておりますが、 まあ今のところ、トンガ側は支援の受け入れを準備中となっておりますので、フジテレビには、バイクングには、この問題について、誠実に対応することも兼ねて、トンガ側が支援の受け入れ体制が整った時点で、どのように日本側から国民が支援を行えるのか、しっかりと 放送していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。